話かと言いますと、TJK が海外経験ベスト3。Hey guys, welcome to TJK Life Up TV! ということでね、今回も室内から語り系の動画をお送りしてるわけです。外でもね、動きのある動画だったりとか、キーパー練習してる動画、お送りしたいんです。皆さんにお送りしたいんですけど、できないんですね、この状況。なので、もう完全に私がどんどん語っていく動画をたくさんこの期間にね、出して、まあ落ち着いた頃に、バーッとトレーニングの動画、女子サッカーゴールキーパーから盛り上げるプロジェクトの動画ですね、出していきたいなと思いますので、ちょっと楽しみにしつつ、TJK の語りをちょっと聞いてもらいたいなと思います。で、今回は何を話すかと言いますと、TJK が死ぬかと思った海外経験、ベスト3。はい。ということで、私海外は、旅行とかで行ったことある国を含めると、何個だろう ?1、2、3、4、5、5カ国。まあ、そんな、ないですね。5カ国ぐらいしか行けないので。で、旅行で行ったのはフィリピンと韓国。で、実際に、まあ、留学で行ってたので言うと、短いとか2週間のオーストラリアと、留学、これも10ヶ月のイギリス・ロンドン。で、仕事で住んでた2年間のタイの生活なんですけど、その中でやっぱり、日本とはちょっと、やっぱり勝手が違うんで、うわ、ちょっとこれマジ危ないなとかっていう経験はやっぱりもちろんしてきてるわけなんで、まあ、そういうのをね、ちょっと面白おかしく、危なびちゃったね、やめろこれ。じゃベスト3ということで発表していきたいと思います。じゃあ、まずは第3位。イギリスでの迷子。イギリスで迷子になっちゃった時があって、私知る人ぞ知る、土方向音痴なんですね。もう、うちのスクールスタッフはもうみんな知ってるんですけど、めちゃくちゃ方向音痴なんですよ。一回行ったことある場所にも、絶対何があっても迷うぐらい方向音痴なんですね。それこそまあ、福岡県内で今スクールやってて、いろんな各地、市内だけじゃなくて、北九州とか久留米とか筑紫野とかっていろんなところ行ったりするんですけど、特に久留米ですね。久留米に行く時に、必ず道に迷うんですよ。で、私今、スクールで今3年目に入ろうとして、もう2年働いてる形なんですけど、迷わずにちゃんと下道で行けるようになったのが、半年前ぐらいですかね。1年半かかりました、道を覚えるのに。っていうぐらい、まあ、方向音痴なわけですよ。で、イギリスに行った時に、あれです。探検をしようと。まだ全然喋れないわけですよ。もう向こうに行って1、2週間とか。で、もう英語全然わかりませんみたいな。こう、なんていうんですか、辞書だったりとか、こう、よくあるじゃないですか。旅でよく使う言葉がいっぱい書いてある本みたいな。それをこう開きながら、こう、読みながら聞きながらみたいな感じの時期に、探検に行こうと思って、適当にバスに乗って、街を散策して、いろいろ歩き回って、わ、ここが、リーゼントストリートかとか、あ、ここが、なんか、観光名所かみたいな。名前をパッと出てくるとか、あれだ、なんだっけ、ロンドンブリッジとか、ビッグアイとか、あと、なんかありますよね、ビッグベンか、ビッグベンかとか、っていうのをこう観光してもらったわけです。私本読むの苦手なんで、どうせ地図も読めないんで、観光のなんか本とかも基本的に持たずに、なんか行き当たりばったりで行っちゃったわけですね。で、いろいろ歩き回った結果、ちょっと待ってと、帰り方がわからんと、道行くがわからんとなって、ちょっとテンパったっていう話ですね。結局は、どうやって帰ったかっていうと、住所もあんま覚えてなくて、その時。で、ただ、何番のバスに乗ってきたかっていうのは覚えてたんですよ。忘れもしない。113です。113のバスに乗れば帰れるっていうのだけは覚えてて、で、その113のバスにどこから乗れるのかがわからないと、うん。で、その113のバス、あ、どこでまず1個目のバス降りたんだっけって思った時に、あれですよ。シャーロック・ホームズのベーカーストリートです。ベーカーストリート、あ、シャーロック・ホームズのところだ。確かに聞いたことあると思って、そこまで頑張ってベーカーストリートまで行けそうなバスを探して、113のバスにベーカーストリートのところから乗って、家っていうか、ホームステイしてる、ホームステイ先に帰ってたっていう話ですね。まあ、海外に行くときはですね、ちゃんと住所をメモって出るとか、そういうね、当たり前の普通に考えたらわかることをしっかりしましょう。ということで、第2位。第2位は、これ結構危なかったですよね。第2位は、オーストラリアで、強盗に遭う。やばくないですか?やばいですよね。本当に、あれは冗談抜きで泣きました。マジで。怖すぎて。何が起こったかというと、語学学校から、午前中に語学学校が終わって、お昼ご飯食べて、なんかバスがどうも、なんかすっごい車で時間かかると、そのホームステイ先に帰るバスが。だから、まあ、歩いて帰れる距離ではあったので、行きとかもその散歩しながら歩いていこうみたいなルームシェアしてた人と一緒に行ってたりとかもしたんで、今日も歩いて帰ろうと。なんかこう、海沿いなんですよね。ゴールドコーストっていうところに留学してたので、海沿いこう気持ちいい風に当たりながら帰ろうと思って、で、道路沿いを歩いてたわけですね。そしたらなんかすごい怪しい車が、ずっとなんかこう、抜かしては止まり、抜かしては止まりしてたんですよ。うわね、ちょっと怪しいなと思って。で、自分の前には女性の方なんですけど、地元の方もいらっしゃって、でも多分もう一人の人も、後ろに歩いてた人も多分日本人ではないかな、留学生の方だったと思うんですけど、で、まあ人もいるから、何もしてこんだろう、大丈夫だろう、なんかあっても大丈夫だろうと思って歩いてたら、その女の子がまず先にやられてたみたいで、私の後ろ歩いてたんですよ、全然気づかなかったんですけど、その子がダメだってなって、私の方に回ってきたんですよ。で、その時、こう歩きながら、してます、結構高いヘッドのビーツっていうやつをこうつけて、フェイクなんですけどね、フェイクのビーツをつけて歩いてて、で、その人たちが止まって、降りてきて、屈強なオーストラリアの3人ぐらいの男たちがもうムッキムキですよ。で、その人たちに、そのヘッドをよこせみたいな、荷物よこせみたいな感じですんごい引っ張られて、マジで、みたいな、こんなことあるみたいな。っていうのを体験して、その時はその前を歩いてたおばさんが気づいてくれてて、その人もずっと怪しいと思って見てたみたい、その車の集団を。で、おばさんが助けてくれて、ちゃんと何してんのみたいな。で、私ももう、かたくなにヘッドホン、もう、カバンも離さなかったんで、こんな感じになってたんで、男たちも諦めて、まあ、どっか行って、まあ、事なきを得たんですけど、まあ、あれは怖かったですよね。で、まあ、後日談っていうか、その後の話なんですけど、警察をね、おばさんが呼んでくれて、危ないから警察に家に送ってもらえないよって言われて、で、近くのなんか家具屋さんに連れてかれて、なんかここで警察待ってきなってて、家具屋さんの人にも、この子たちこういうことがあって、ちょっとかくまってあげてみたいな感じで、話をされて、1時間ぐらい待ったんですかね。警察コース、1時間。来ないわこれってなって、結局その家具屋さんの店員さんがわざわざトラックに、ね、家具屋さんの配送トラックがあるんですか、あれに乗せて、ホームステイ先まで送り届けてくれたっていう、まあすごい体験ですよね。あれ本当に怖かった。泣きましたもん。別に、何も考えられなかった。本当にただ涙が出てきて怖すぎて、こう、プリプリみたいな。そういうの結構、
強いタイプだと思ってたんですけど、あれは、もう怖かったな。第、じゃあ1位いきますか。本当にね、これは本当に死んだと思った。第1位は、タイでの食中毒事件。ということで、タイでですね、私2年ぐらいサッカーコーチで働いてたわけですね。まあ、地元にいる、少年たちと、あとは日本人の少年たち、少女たちと、あとは、現地の子とか、あとは、海外の子も結構いるので、インターナショナルスクールとかに行って、放課後のサッカーを教えたりとか、それこそチームのキーパー、興味ある子とかを集めて、まあ、教えてたりとかしてたんですけど、その時に、食中毒になりまして、食中毒って、サルモネラ菌、サルモネラ菌っていうのにかかって、なんか鳥とか卵とかについてる菌らしいんですよ。で、私その日何食べたかなって思った時に、マックのハンバーガーと、夜は、コンビニに売ってあった、なんか、鳥の、なんか、照り焼き弁当みたいなやつかなを食べたんですね。で、9時ぐらいに夜ご飯食べてるんですよ。9時ぐらい、夜なんですね、そのお弁当を。で、そのちょうど6時間後ぐらいの、夜、夜中3時ですね、に、めっちゃ気持ち悪いと。やばい、気持ち悪いってなって、トイレに向かって、もうずっと、すごい汚い話しますね、申し訳ないですけど、上からも下からもなんですよ。で、あ、なんだと思って、これ、やばいって寝ようと思って寝れないんですよ、気持ち悪すぎて。で、もうずっとトイレでお友達です。病院行きたくても、もう救急車の呼び方わかんないですよ。救急車呼んだらすごい高いお金請求されるみたいな話とかも聞いてたんで、怖くて呼べなくて救急車とかも。でももう出るし、こう、出るし。で、水も飲めないんですよ。もう水飲んだそばからもう出てきちゃうぐらいの、もうきつさで。で、多分熱もあったと思うんですよね。確か。測ったかどうかすらもあんま覚えてないんですけど。で、その時に限って、喉も渇くて水飲みたいんですよね。出てくるものの。だけど、その時に限って何も買ってきてなかったんですよ。水も何もかも。で、わ、マジかと。で、買いに、下に自販機があるんですけど、買いに行くにしてももう歩けないんですよね。苦しすぎて。もう本当に。で、もうちょっと我慢して我慢して、ちょうどその日、仕事だったんですよね。仕事だったんですけど、これはもう無理だと。なって、で、ちょっと会社の方に連絡しても、今こういう状況だからちょっとごめんと。ちょっと休みます。ってなって、で、日本人クラスはもう、もちろん、英語喋れる子とか、英語わかる子がいるわけでもないので、私じゃないと教えられないんですよ。日本人コーチ一人だったんで。で、その日、申し訳ないですって、もうこういう状況なんで、スクール、ちょっと他で振り返ってくださいっていう感じで連絡をして、で、病院が10時から開くってなったんで、速攻10時に、タクシー拾って、あれですね、ウーバータクシーっていうやつを呼んで、病院までもこんなですね、座れなかった。横になった状態、みたいな感じで、もう、大家さんにもすごい心配されるぐらい、大変な状況で病院までなんとか行って、サルモネラですって。で、あんまり1週間じゃないの、3日ぐらい、人と接しないでくださいみたいなことを言われて、こう、点滴も5時間ぐらいですかね、受けて、なんとか、まあ、歩ける程度には回復したんで、帰りにコンビニに寄って、まあ、水とかを買って帰って、まあ、回復をしたんですけど、あれは本当に誰も助けてくれる人がいないんですよ。多分、実家に住んだら親に助けてもらったりとかできたと思うし、まあ、日本だったら躊躇なく救急車呼んでたレベルだったと思うんですけど、もう、あれは、このまま死ぬのかなって思うぐらい、きつかったですね。はい。なんで、まあ、基本的に屋台とかで食べてもそんな食中毒ってならなかったんですけど、まさかコンビニ弁当でそんなことになるとはと思いましたね。はい。ということで、第3位ということで、単純に話していただいて、重要ありますか？大丈夫ですか？不安になります。聞いてて楽しかったんですけど、だいぶ喋りましたよ。私多分今15分くらい一人でずっと喋ってる。やばいな、喋れるな。ということで、まあね、海外に皆さん行かれる際は、まあ、ね、気をつけてもらって、何が起こるかわかんないですからね。まあ、タイとか言ったらもう犬も怖いですし、まあ、いろいろね、海外で他にも、マジかっていう経験はたくさんしてるので、もし需要があればね、こんなの教えてください、タイのこんなの教えてくださいとか、イギリスのこんなの教えてくださいとか、もうちょっと詳しく聞きたいですみたいなのをもらえると全然話しますんで、ぜひね、コメント欄とかで言ってもらえたらいいかなと思います。もし質問があれば、この機会なんでコメント欄に言ってもらったら、皆さんの質問に答えてみたみたいな、よく YouTuber の人がやってるような企画もやりますよ。コメントいただけたら。なんで、もしよかった。はい、ということで、今回の動画はここまでです。見てくれて、聞いてくれてありがとうございました。チャンネル登録といいねをお願いします。では、次回の動画でまた会いましょう。See ya!